アンスティーチュアウフデム・ローゼンバーグは、スイス、ザンクトガ練習にある1889年創立の私立寄宿学校。6歳から19歳を対象とするインターナショナルスクールの中でも国内最古とされる伝統校の一つであり、スイストップレベルの学校の一つにも名を連ねる。キャンパスからは、一方に、ボーデンコ、高田にアルプスタインさんを望むことができる。 ローゼンバーグは、キャディメン家によって、所有、運営される。アンスティチュート・アウフデム・ローゼンバーグは1889年、ウルリヒ・シュミットにより創設。もともとは同志にちなみ、アンスティチュ・ドクター・シュミットと称された。1924年に創設者が亡くなると、解明され、1930年代には、キャディメン家の所有となり、現在は4代目が運営にあたる。 公訓すべての教育の目的はいかに生きるかを学ぶことである。が、ローゼンバーグ教育理念の礎である。卒業生には、ビジネスリーダー、政治家、科学者、デザイナーだけでなく、王族や皇族も含まれる。ローゼンバーグは、個人情報保護方針を運用し、在校生及び卒業生に関する情報提供は、一切行っていないが、 例外的に紹介する卒業生として、ノーベル科学賞受賞者マリオ・ジェモリーナがいる。2019年コーポレートビジョンマガジンにより、最も卓越したインターナショナル寄宿学校に選ばれた。また、スイス・フェデレーション・オブ・プライベート・スクールズ及び、スイス・グループ・オブ・インターナショナル・スクールズの加盟校である。ありがとうございます。